彼らは様子見たタイミングでここ持っていける。強すぎ。このスキル1がガチで強すぎるんだよね。どうもゴーナスです。今回ですね、悪魔のレッドシャンクスをやっていこうかなと思います。いや、シャンクスのこの強襲がねマジで強いのよ。本当にこれダメージ減少無視してね攻撃することできるし、クールタイム25秒で短いし、この一つでってか、まああとは特性等々で破棄状態になっていればこの強襲の瞬間移動の距離が伸びる。なんで機動力もかなり備わったスキルになります。ということで、この強襲をめちゃくちゃに短縮した編成、こちらでやっていこうかなと思います。まずは敵を吹っ飛ばした時セキュリティ 5% 短縮でジャス化したらスキル値 4% 短縮で、スキル値使ったらスキル2が 5% 短縮になりますので、まあ、シャンクスの強襲も吹っ飛ばしだったりしますし、特性でね通常3段目与えた時敵吹っ飛ばしますので、これでガンガンにスキル値を短縮してもうボッコボコボッコボコボッコボコにね敵を吹っ飛ばして、最大体力も削りまくってスキル値使ったらまたスキル2が溜まってというようなゴチ悪魔編成になっております。これマジでもうシャンクス嫌だよねって、ほんと強すぎるよねというところでやっていきましょう。どうぞ。はい、ということで今回は悪魔のレッドシャンクス編成やっていこうかなと思います。このスキル1マジで強いよな。強襲本当にずっと強い。ということでこのスキル1が今環境にねゴリゴリに刺さっておりますので、こちら生かして頑張っていこうかなと思います。これしっかりと、はい、やられる前にで、これは覇気取られないとはいえど、味方さん覇気取られるところに近くにいると覇気取られちゃう、覇気というのに竹取られちゃいますので、そこだけは要注意でございますと。でここは離れガツオさんで、これねちょっとめんどくさいのが3段目ね、マジであの当たり判定極小、スマブラでいうマルスの B ボタン B チャージ攻撃みたいな感じなので、そこだけはマジで要注意でございます。なんで気持ち離れたとこからこれは打つ必要があるよというところで、しっかりとこれで持っていける。はい。で、これで吹っ飛ばすと、しっかりとスキル短縮が今回できるのでね、ガンガンにスキル値を短縮しながら、頑張っていきたいなというところなんですけども、これもしっかりと持ってって、バギョーンと、強すぎて、これ多分、向こうの吹っ飛ばしも強いね。やっぱタゲ取られないって本当に強いよね。これはしっかりと飛ばして、で、これはまた無敵スキル打つと思うので、彼らは、様子見たタイミングで、ここ持っていける。強すぎ。このスキル1がガチで強すぎるんだよねって、いうところでございますが、これちょっとブースト待ちますか。こっちからの来るのはブースト待ちたいけど、さすがに機動力で行かせてもらって、ここ持ってって強すぎるんだよな。で、スキル1がまた溜まりますので、これどうせスキル2でしょ。ギガントは避けるからの一発持ってって、はい、さよなら2か。強すぎ一発。えぐすぎる。で、これ、上からマリコ持ってくよ。で、ここいいダメージ与えれましたので、これまた無敵スキルとかって、キングの、あ、キングはって味方だった。で、これ3ダメやってるか。はい、飛ばして。で、これはジャスで気をつけて。で、あとは通常で最大の体力削りながら、通常3ダメ当てて、吹っ飛ばしてスキル短縮して、で、これ一発与えてからのクルリンチで、しっかりとレッドシャンクスミラーもなんでやねー。飛ばして、どっか行けお前は。これはしっかりと3ダメ当てる意識で、飛ばして、ジャス、しっかりとここ持ってって、最大体力ない、最大体力ない。じゃ動かない。なんでちょっと待って。落ち着け。オッケー、持ってって。で、スッコースキルに持ってってからの上からマリコ、ブーストまで持ってかせねえぜ。強すぎる。誰かこいつを止めてくれ。頼む。こいつがいる限り、青属性は誰も平和にならない。本当に誰も平和にならない。ちょっとごめん、ごめん、ごめん、ごめん。本当にごめん、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 本当にごめん。それに関しては本当にごめん。ちょっと、ちょ、しんど長いんじゃない、しんど長いんじゃない、走行回避しちゃったら、それはさすがに甘いじゃないか。いった、レッドシャンクス強すぎるんだけど。マジでめちゃくちゃポコスコポコスコだったよね。マジで強かったよね、レッドシャンクス。で、いうような感じで結構ワンパンで、ね、することができると、まあ、最後ちょっと僕が旗を握ってしまったっていうのが多いなミスなんですけど、これまあ最悪真ん中行かれたとしても、まあ、抜き返しはいけるっちゅう話ではございますが、いや、これ、みんなあっち溜まってるから、なんならこっち狙いに行きますか。で、しかと旗握りガツオさんで行かせてもらいながら、レッドシャンクスは強襲だけ気をつけておいて、OK でこれ握って、で、あとはビヨンビヨンビヨンというところでございますが、近くにいるとね、吹っ飛ばし難しいんだよね。マジでマルスの B ボタンと。そこだけは要注意でございます。対戦ありがとうございました。その一つ、行きましょう。今回なんかロジャー選手めちゃくちゃ多いですね。まあ、なんか旗抜き合戦合戦になってくると思いますので、まあ、僕は相手の旗抜き合戦の役割を一つね、潰していこうかなと思うんですが、初手これ来るかな、来そうだよね。なんかめちゃくちゃ来そうな感じないこれ。あっち行ってった。なるほど、なるほど、なるほど。それはさすがに一旦最大体力削っといて、まあ、めんどくさいんですけど、こんなうろちょろうろちょろされるとね、まあ、ただやっぱ裸コース多い方がいいので、一旦これ避けながらの、まあ、ててなんか2回飛んできた。あ、違う、スキル2個使ったのか。まあ、いや、まあ、あれ初期当たしゃあないんでね、これ持ち握っちゃいまして。んで、ロジャー選手はやっぱ全員倒しに行くか。まあ、このまんま。これいっちゃーん。おい、下タゲ取りいいので、これでクルリンチョ行きいいので、さりげな裏、簡単裏強襲、何あれ、何あれ
さりげ簡単教習のやり方、今の。で、これは取られちゃうんですけど、また破棄状態保って上から持ってって、で、またロジャー船長が旗これ握り返してくれると思うので、どこ行った上の方か、上の方行ってったな。これ全員また持ってきますか、あそこのロジャー船長まとめてゴーン行かせていただきながら、吹っ飛ばしてって、で、スキル1もゴリゴリ短縮もらって、これ握りながら、またロジャー船長がすぐにここ旗抜いてもらえるようにしながら、もうロジャー多すぎるって。だからもうマジで無敵スキルがインフリしすぎてさ、なんかもうどんだけ頑張ってさ、その無敵スキルとか相手の攻撃を避けようもんもさ、次の無敵スキルに対してやられるっていう、その意味のわからない構図が出来上がってる、本当に。ここはちょっと耐えながら守っていきたいんですけども、そこはキットローやんな。行きます。はい、行きます。アフトムシ当たっちゃってる。まあ、しっかりと、まあ、対応しながらっていうところなんですけど、これスキル、通常の3打目の吹っ飛ばし当たんないんだよな、本当に。これはもう関係なく、ちょっと詰めて、あ、OK、吹っ飛ばして。まず攻撃力もらいながら、まあ、地味にこれ攻撃力っていうかゲージ抜きながら、これしっかりと刺して、あ、いいよ、ロジャー船長持ってくよ。ロジャー船長さんいなくなってしまえばこっちのもんすからね。またこれ無敵すぎるでしょ、どうせ。あ、しゃげんだ、ほんで。オッケー。さあ、これ小さいに取れば41の状況作れるか。おっしゃ、ロジャー船長、また復活してんな。ロジャー船長、ぐいぐい湧いてくんな、本当に。残り30秒でしょ、これ多分1人やられるから、オッケー。で、ここちょっと残しながらの、相手ブーストさん、さすがに来る。まあ、あそこさえ残しとけ、一旦、なんか相手も攻めてくることなく、上でね、完結できるかなと思いますので、上でなんか物事完結しながら、下の方で旗を抜いてもらって、みたいな、作戦のもとをやっていきたい所存で、おい出てきた瞬間、ドーン。で、ここは取らせるわけにはいかないね。裏教習というものを君たちに見せてあげよう。あぶね。あぶね。ちょっと待って、お願い、あれ待って、初期だったら取れなかった、ちょっと待って、あれ取れない、ニカさん、ワンチャン取れるよ、取れる、頑張れ、オッケー、あぶねー、危ない、ふぅ、すべてが見せるとこでした。さあ、続いてやっていきますか。ちょっとゾロがね、すごい嫌だよね、レッドシャンクスは。そう、ゾロだけはちょっと極力避けながら、まあ、クラスの羽振り者としてやっていこうかなと思います。こっから、まあ、クラッカーとかいけるんですが、初手ちょっと様子見させていただきながら、まあ、ゾロが来ると思うんだけど、スキル1のあれだけ吹っ飛ばしだけ、ちょっと気をつけながら、そこ見てた。吹っ飛ばし、めんどくさい。これね、スキルに打つのいいものの、すぐにね、解除されちゃうんですよ、ゾロ。から、そこだけ要注意、マジで。これ飛ばしてって、で、逃げまーす。はい、逃げまーす。私逃げまーす。来ないでください。逃げまーす。はいはい。私はもうあなたとやり合う気はありませんよ、というところの意思を見せときながら、はい、しっかり飛ばしてって、お前だ、俺の狙いは。こいつだけしっかりとね、うざいんでね、しっかりと飛ばしといて、はいはいはい。これ大丈夫なんで。あ、ゾロさん、任せてくださいね、ここね。できたらあっちの、まあ、ニカさんとかね、ちょっとやってくれると、バージュラングガンかな、これは。あ、ちょっとなんか飛ばされてるけど、まあ、これ上からしっかりと狙って飛ばして、はい、溜めて解放みたいな感じだったね、今ね。どういうことかよくわかんないんですけども、これは、そこ、くるんとしてんだ。キャッの華麗なる一撃。華麗なる一撃だったな、今のに関しては。これは一旦破棄状態で溜めて、はい、しっかりと持ってって、ここ抜けきれるかな、ちょっと一気にこれ2回一緒に攻撃しすぎると良くないから、はい、任せて、私代表できます。はい、これ飛ばして、いいダメージ。じゃあ握っちゃうよ、これ握っちゃうよ、一気に取れるよ、一気に取るよ、これ握っちゃうよ。はい、取って、で、ブースト呼んで、で、ここ助けてもらって、ちょっとよ。あ、これ無敵やばい。やられる。いや、吹っ飛ばしめんどくさい。ナイス耐え。それ下いるから大丈夫。それは白ひげさんさすがに持ってきまーす。はい、持ってって、白ひげも大いに持っていけると簡単ね。で、これはロジャー1個回復見てる。あー持ってってチャンス落ちてたー、上に行ってギャン行こうかなと思ったんだけど、これ下2人か。誰と誰だこれ。ロジャーとカイドウか。ちょ、めんどくさそうだな。行くか。白ひげさん1人上いるんで、一旦こっちだけ対応していながら、さすがに、オッケー、ロジャー船長そこ持っていくわ、一旦ロジャー船長持っていくわ。で、ここでしっかりと、バイオンになってんな。これ、バイオンになってるけど、無敵で、はい、これで破棄状態、ありがとうさん、飛ばしてスキル短縮、そしてこれ与えないようにしといて、で、これしっかりと遠目からスキル3段目じゃね、通常3段目当てれば吹っ飛びますんでね。はい、ここで構えガツを一発返さそうった後に、スキル1で持っていくよ。あー、ちょっと待って、ウタさん、ちょっと待って、変なことしないで。これ飛ばして、オッケー。さあ、ここしっかりと取り切りガツを、で、これなんならちょっと、ミリ残ししとくか。一旦上、助けに行きつつ、ゾロさんがあそこを対応してくれると思うので、戻り際この絵肌取れるかなと思います。なんで先にその間に、こっちをちょっと退場していこうかなと。これも壊しまくってね。壊しまくるわ。いけ待って、壊し、痛い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 痛
レイイレ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 イ、なんで最後壊れた判定になってんの、あれ待っておかしくないそれは。はーい、ということで最後のあっち取られちゃいそうやな。ちょっと待って、ギリギリいけるかこれ。ワンチャンワンチャン、あ取られた、すまんごめん。えい、ロジャー狩りやっていきますか。もうひたすらにちょっと今回ロジャーを狩りまくらせていただこうかなと思うんですが、ちょっとエースヤマトがね気持ちめんどくさいので、まあとりあえず何、ヤマトの方がですね飛んでくるので一旦様子見させて、これ OK、 ターゲ取られないようにしといて、様子見といてからの、あそこで OK、 あっち行かせないようにしとくか、白ひげの方に。白ひげさんにはまあ悠々自適に旗を貯めてもらいたいので、なんか破棄解除になってんなこれ。これなんで破棄解除になってんだろう今の。これなんか俺エースヤマトの攻撃食らっちゃったかな、よくわかんないんですけども、ちょっと悠々自適に旗を貯めさせていきたいが、体力的にはどうだあれは、大丈夫か。あこっちやられちゃってるのは申し訳ないけど、あそこのロジャー船長守らせていた、こっちじゃない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 、あれで効かないよな、エースヤマトの方はダメージ。ちょっとこれ吐きないと怖いんで、さすがにスキルに貯めるの見てからの、はい、タゲガツを、で逃げまーす。これタゲガツをいっといてからの、んーでジャス、いやーなんでそっちに攻撃しちゃうかな、ちょっとエースヤマトに攻撃しちゃダメよそれ、そっち攻撃していいって言ってないよね。これちょっと耐えといて、いやいやいや、これが良くないんだよな、その意味のわかんないタゲの取り方しやがって、本当に。これジャスで逃げといて、ちょっと逃げよう逃げよう、あいつは逃げよう、あいつは良くない、あいつは逃げよう。バージュラング、オッケー、避けてからの飛ばして、あいいよ、で逃げてて、ちょ、あいつ本当に良くないって。さあ行きますか、あそこのブースト前にロジャー船長持ってきたいけどな、無理か、さすがに無理でしたと。これはちょっとタゲガツをもらいながら、ロジャー船長のところにピョンと飛ぶ、そっちじゃないって、なんでだから、もう好きなのかなそいつの、これ飛んだら自分がきついって言ってるじゃんか、もうなんでそれわざわざさ、ロジャー船長の方のさアングル見てたのに急にそっちピョンって飛ぶかな、ダメよそういうことやっちゃったら。あごめんごめんごめん、それはミス。ほんと何やってんのかな、もうレッドシャンクスよくないってそういうの、反抗期。それは飛ばしてもらって、しかと毛を漏らして、んーでこれちょ気をつけてよ、ちょっとニカよ、それはニカ、オッケーニカ、あニカもダメじゃん、何やってバカ、もう、ニカもダメじゃん、何してんの今気づいた、さてはエースヤマトじゃなくてニカだって、これ解除してたのバカバカバカ、一番自分がバカでしたよ、やっちゃってるよそれ本当に。こいつも強化状態解除だな、そう思うとレッドシャンクスは本当にいろんなキャラに対策されてたんだね本当はね。これジャスもらって、でえそれは意味わからなくない、それはそのタゲ投稿とかじゃなくて普通に意味がわかる。バカやったわ。さあここはロジャー選手で取りに行きますか。あそこはまあミリ残しされてると思いますが、ちょっとここはそのまま狙い、いや待ってこっち良くないな、そのままこっち持っていくか、オッケー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 。でここだけ最後耐えながら吹っ飛ばし持ってって、はいしっかりと対戦ありがとうございましたと。いやー素晴らしかったですね。